それレンタカー借りるなんて聞いてないですし、こっちは。だからそのレンタカーを借りますねっていう電話を土曜日にしてるんですよ。だから折り返し待ってたんですよ、僕。聞いてないです。うん。お前、おろししかできんのか、さっきから。別に話してやん、そういうの、ほんまに。言ってる意味分かります？個人の話するんやったら個人で行きましょうよ。名前言うなんて。その前にさ、ないでしょ。個人でもう、もう一回、もう一回で聞きますね。もう話がそれるんだったら返します。わかりました。明日まで待ったらいい。関係ないじゃないですか。どれくらいの規模でやってるんですか。同調って言ってます。マネージャーで、じゃあ謝罪しろ。謝罪する気はないです、全く。じゃあ名前よ。細田です。住所言え、住所は。ああ、もう最悪っす、あれ。相手が、はい、やからっすね。いつまで待てばいいですかって言っても、その明確な返事がなかったんで。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。DIC 広報の浜です。はい。今日は何かっていうと、はい。緊急的に動画を回してるパターンのやつなんですが、はい。この車です。の福祉車両。はい。車椅子が乗るやつね。はい、うちの既存のお客さん、はい、施設さんから、はい。いただいた案件なんですけど、はい。まあ、簡単に説明すると、車を運転してました。はい。上から、鉄骨が落ちてきて、ボンネットのフロントがバーン。危ない。当たって思いっきりへこんでる、うん、しかも多分これ局部的にへこんでんだけど、うん、もうこれだけで分かってもらえると思うんですけど、人やったら死んでます。そうね。たまたま車に当たったからよかったけど、うん、人の頭やったら即死ですね、うん、っていう案件です。でお客様も正直こんなことあんねんやみたいな感じで電話かかってきて、はい、まあ、僕もめったに聞かないですけど、はい、まあ、たまにニュースで足場が崩れたとか、うん、現場系の事故っていうのがつきもんだから、ある程度あるんじゃないですかみたいな話をしてて、でこっからが本題なんですけど、こっから動画、この正直この車を動画にする必要なんか特になかったんですよ。普通に直して普通に修理して返せば、はい、もう終わり、はい、運転手さんも怪我なかったし、うん、特に問題はないんですけど、こっから動画にする理由なんですよね。まず当事者同士で話、はい、で最初の時点で対応が悪かったらしい。で福祉施設のお客さんも、はい、これ以上この会社と、はい、要は建築業、はい、まあ、どこの業種かは今から分かっていくんでいいんですけど、まあ、その建設業、まあ、事故を起こした鉄筋を落としてしまった業者ですよね、はい、会社、はい、とやり取りしてる中で、はい、もうここの福祉施設さんが、はいはい、細田君に一旦受付任せて話を、はい、別にいいですよ、まあ、車預かってるし、はい、まあ、僕ができることってあるんですよ。ここから車の修理費を相手に渡して、はい、保険使えますか、実費ですか、実費だったら早く払ってください、はい、すぐ払ってください、保険だったら保険会社さん電話して事故の報告入れて、保険会社さんから電話来るのを待つんで早くしてください、この2つしかないんですよ。で僕電話したんですよ、最初先週ね、はい、そしたらおーおーみたいな、で BIC と言います、はい、ここの社会福祉法人何々さんからノアを預かってて、フロントガラスとボンネットに鉄筋が飛んだ件なんですが、分かりますかって最初説明して、まあ、僕が誰か分かんないって丁寧に説明したんですよ、はい、その時も、はあはあ、ほんでみたいな、早く喋れ、どうしますかって保険使いますかって修理費見積もり出してるんですけどって言ったら、はい、でもいや折り返すわって言われて嫌いだったよ。折り返すって一方的に嫌いだった。なんでそんな喋り方、はい、と思って、人間やしタイミングもあるし、タイミング悪かったかなと思って、忙しかったのかな。そっから3日間待ってるんですよ、はい、今電話ないんですよ。もう確定でしょ、見てる人分かると思う、もうこれでお気づきになると思うけど、こいつも多分舐めてるパターンのやつなんですよ、はい、いや僕が言うのも変やけど、これ人やったらお前同じ対応すんのかよって話や、はい、頭蓋骨があって被害者の家族から電話があったり、はい、向こうの弁護士から電話があった時に、はい、お前同じようなそんな舐めた対応すんのかよって話、はい、そうでしょ、そういう人だったらするかもわかんないけどね。だからここから多分ね、いつも僕が言う保険、まあ車の事故で、はい、揉めたり、はい、お金が出なかったり無駄に長引くっていう話、はい、いつも言うよね僕、はい、でトライアングルもしくはパンダゴラフ、これが当事者、事故した過失側、はい、で被害者側、はい、で担当者、保険会社さん、はい、で、関係ない部外者が入ってくる場合もあるよ、うん、保険会社敵だみたいなわけの分かれが入ってきたり、もう要はで業者がいて、この関わる人間がこの、ここの被害者の福祉施設さんも含めて
被害者も含めて意味のわからん方向を向いてる人が一人でも出てきたらもう長引くんよ。でそれをいかに俯瞰で見てダメだよ、そっち行っちゃダメだよって戻っといてするのがいつも僕の仕事って言ってるんですね。真ん中に立って、はい、周り見渡してあーあかんあかん、こっち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 ってやるんですよ、はい、それがお客さんであっても相手であっても、はいはい、で話引き戻していって簡潔に終わらすっていうのが、はい、僕のいつもスタイルなんだけど、それができる人とできない、できる車屋さんとできない車屋さんで大きく結果が変わるんで、受け取る金額も期間も変わるんで、はい、もうまず今加害者一番しっかりしなきゃいけない人が、はい、もう今ピロピロピーの状態なんで、はい、さあここからどうするって感じやん。で相手被害者の場合は僕結構電話とか簡単にできちゃうんで、保険会社さんとかだったら、はい、一番連絡取りにくいがね相手なんですよ。相手ってねなかなかね僕もね連絡しにくいのはしにくいんです、正直。なんでかってお前誰やねんって言われたら終わりなんだよ、はい、こっちと喋りたいねって言われたら僕引くしかないんですよ、はい、そうならないようにあなたのために電話してるんですよ、僕はあなたの味方ですよっていう雰囲気出しながら、はい、いつも電話するんですけど、はい、さっきも言ったけどもういきなり人としての扱いができないような電話で礼儀がなってないような人がさあどこまで話元に戻せるかなっていうのが今回の動画の肝になってくるんじゃないかなと思います、はい、なんで今から電話するんで皆さんちょっとその電話を聞いてどう思うか判断してもらおうかなと思います、はい。まあ、たまたま本当にタイミング悪くて、はい、なんだろう、ほんまになんかもう一個トラブル抱えててどうしようって悩んでる時に僕が電話してしまった可能性もあるんで、はい、そうであることを願いたいですよね。そうですね、次電話した時はパリッとあごめんね忘れてた、そうそうそう電話しようと思っててんっていうのを期待してますけどね、はい、では電話したいなと思います。はい、電話します。はい。そこの相手の会社の社長です。あ、代表、社長さん。うん、取締役。はい。返しかかってくるでしょう。はい。ちょっと待ちます。はい。あ、もしもし。もしもし。BIC の細田と言います。あ、お世話になってます。お世話になります。ご携帯でよかったでしょうか。はい。BIC の細田、あの先週電話させてもらった車の修理業者のものなんですが、わかりますか。あ、わかります。わかります。あのに。鉄骨が飛んできて、損傷を受けている車を、もうすでに預からしてもらってて、はい、で先週電話させてもらって、まあ、折り返しということだったんでお待ちしてたんですが、すいません、はい、これどういうふうな対応される感じですかね。見積もりの方はね、はい、1万円ほど出てて、はい、バンパーですよ、バンパーっていうか前ですよ、ボンネットとガラスですね、と前ですね、そう、ボンネット、ヘッドライトもちょっと飛び出してるような形で、ん？修理の内容言いますね。そんなになってました、なってましたとおっしゃるとどういう、そんなに故障なってました、すいません故障になってましたと僕に言われても分かんないんですが、一応修理見積もりしてくださいということで依頼受けてるんです。まあ僕もその現場にいたわけじゃないんで分からないんですが、ここ明らかに鉄骨当たったよねっていうところを部品交換で見積もりを出しさせていただいたら、ちょ今その金額なんです。すいません、ご提案なんですけどね、はい、今のご様子だと金額に不満があるような形なので、どうですかね、保険とかって入られてないんですかね。工事中になんか鉄骨が飛んできたってさんからは聞いてるんですが。いや保険は入ってるんですけど、はい、保険を使うあれなんで、
もう現金で払うっていうのは福士さんに伝えてるんで、うん、あのね、示談交渉って言って、も全部見たんで、はい、ちょっとここ止めさせてください。ん、いや、一般です、ちょっと待ってくださいね。はい、止めたらあかんことができる。いつものパターン。いけました。あ、大丈夫ですか。はい、話戻ってご提案なんですが、はい、保険を使う使わないっていうのは金額が決まってからでもいいと思うんですよね。はい、で、一旦その工事中に何かがあった時に対応できる保険に入られてるようでしたら、はい、一旦保険会社の方に電話していただいて、保険会社の方から〇さんの側の保険会社として福士さんの車を一度見に来る形になるんです。アジャスターと言いまして、で、その方に損害調査してもらって、こことここはこうだよねっていうので、まあ、いくらかかりますっていう風にやってもらったらどうですか。で、その金額を見て最終が、いや、それだったら自腹で払うわ、あ、その金額やっぱなるんだったら保険使うわでいいのかなと思うんですがね。あ、順番になって、ん、事故したものを見たんで、はい、それでっていう感じなん、僕こういう商売してるから直球で言いますけど、これよくあるパターンなんですよ。そのオカマチョンって掘りました、いや俺が見た時はこんな数万円で治る感じやったのに、車持ってったら20万もかかるって、もうふざけんなって、もうよくあるパターンなんですよ。あの、実際車って修理しだすと実はお金かかるんですよね、かかるところに関しては。で、今回もう見積もり出させていただいて、さんがもうそれで払えないっていうことだったら、僕はその回答をそのままさんに今のお話投げますんで、まあ、払えないってことなんで、もう一旦車返しますっていうことで、こっちも預かってるもんで、方に車を戻します。これでいいですか。え、ちょっと自分さ、ちょっと待ってもらえません。僕はそういうのになるんですかっていうのを聞いただけなんで。僕が傷見たんですよ、そんなかかるんですかっていうことは、もう支払う意思がない。いやいや、いいですよ。だから、その対応されるんだったら、僕はあのうちの会社としては車を持たさせてもらいますっていう一つの対応なんで。はい、対応ですよね、はい、ちょっと待ってもらえませんって、それやってって言ってないですよね、まだ裏の方で。保険会社の方には連絡入れられないんですか。もうその方が話が進んでいくと思うんですが。だから待ってくださいって言ってるんですよ、やるかやらんかを決める。わかりました。はい、どれぐらい待てばいいですか。ちょっと折り返します。切られたんで。切れたんじゃなくて切ったよね。はい、あ、もしもし、電話が切れたようなんですが、ちょっと待ってくださいね、終わったと思うんですけど、どれぐらい待てばいいでしょうか。あの、ちなみにお伝えしておくと、今レンタカーが出てます。1日2万円ぐらいかかってます。で、先日土曜日に電話させてもらってから3日経つので、今6万円加算になります。これは今お伝えした修理費には含まれてないんで、それを踏まえた上で、自分がそれやばいでしょ、ほんまに。それレンタカー借りるなんて聞いてないですし、こっちは。だから、そのレンタカーを借りますねっていう電話を土曜日にしてるんですよ。だから折り返し待ってたんですよ、僕。聞いてないです、聞いてないです、聞いてないです。それはもう今言っただけなんで、うん、言って言ってないになるんで、それ聞いてないんで。うん。で、あの、わかりました。話元に戻して、どれぐらい待てばいいですか。え、だから、エンジン待って言うて、お前、レンタカーで脅してくるのはおかしいやろ。いやいや、脅してないです、脅してないです。あの、いつぐらい。聞いてないから、あの義務ないでしょ、どう考えても。うん、だから、いつまで待てばよろしいですか。え、なんでじゃあ脅してきたんですか、今。いや、脅してないです、買ってますよっていう報告です。脅してるじゃん、なんでかかるんですか、僕、聞いてないんで、レンタカーに関しては。あの、わかりました。もういいです。レンタカーの話はもういいです、いいです、うん。レンタカーの話はもういいですわ。あの、気にしないでください。どれぐらい待てばいいですか、お返事。何やねん、気にしないでください。何を気にせんで言うねん、じゃあ。保険会社から連絡するのかしないのかっていう連絡は。だから何を気にせんでいいか聞いてんじゃん。いつまで待てばよろしいですか。だからレンタカーの何を気にせんでいいか聞いてんじゃん、今。ちなみにこの会は録音してるんで、言葉気をつけた方がいいですよ。別にお前が脅してきたんで、後で弁護士に入れますよ。あ、いいですよ、全然。うん、うん、じゃあいつぐらいまで待てばよろしいですか。いいですよ。
弁護士入れていいんですよ、うん、お前おろししかできんのかさっきから普通に話してやん、そういうのほんまに。まあこの会話でどっちが普通に話してるかって言ったら僕やと思うんですけど。いや僕じゃないでしょ、どう考えてもレンタカーとか後出ししてきてね。いや後出しじゃないですよ、土曜日に連絡入れてます僕、だから折り返し待ってたんですよ。じゃあ土曜日の録音聞かせてくださいよ、レンタカーって言ったらいいじゃないですか、土曜日の録音聞かせてくださいよ、ちょっと忙しいねって言った時に言うでしょ。折り返しますで終わったんです。折り返しますで待ってます。借りてるんでお金かかります、ね、もうあの無駄な話する気ないんで。レンタカー借りてるんでお金かかりますよって言いますよね、うんうん、お宅の会社って どれぐらいの規模でやってはるんですか。えどれぐらいって何なんですか。いや普通ね、この太陽ってあるじゃないですか、その鉄骨が飛んできたわけですよね。はい、うん、これたまたま車やからよかったですけど、こう人でも同じような感じなんですか。それはもう話してて車屋さんには関係がないんで。あ、いや僕には関係ないですけど、ごめんなさい、個人的にちょっと気になったんで聞いただけです。個人的な話はいらないです、はいはい、分かりました。なんか個人の話しました、はい、会社ルンキーじゃあもうあの車返しますね。個人的な話やったら会社ルンキーで個人で車しましょう、うん、じゃあ、ね、もう対応できるときできるんですよ、自分の対応がね、何でも関係ないからだね。どうするんですか、どうするんですか、これ、かかってるんですよ、レンタカー費用1日2万円かかってるんですよってなったらね、誰でも切れますよ。わかります、言ってる意味わかります、個人の話するんやったら個人で行きましょうよ、名前言うんで、事務所も自分の家の名前も言うんで、個人で喋りましょうよ、会社じゃなくて。そうやって個人にじゃあ持ちてくるんやったら個人で喋りましょうよ、全然いいですよ。車返します。いや返さなくていい。いや返します、あのうちも駐車場代とかかかるので、しっかりちゃんと保険で対応されるか、見積もり請求書送ってくれたら払っとくようだったら。保険屋に聞くから待ってって言ったじゃないですか。いつまで待てばいいですか。明日ぐらいでいいですか。1日ぐらい待てばいいですか。いやその前にさないでしょ。え個人でもう一回、もう一回で聞きますね。もう話がそれるんだったら返します。わかりました。明日まで待ったらいいですよ。はい、はい、じゃあお待ちしてます。はい、失礼します。まだですよ、まだですよ。自分個人の話したでしょ、関係ないじゃないですか。どれくらいの規模でやってるんですか。同調言ってます。何を挑発しろしてるんですか。レンタカー利用とかもいきなり言っても、どのタイミングで言えばよかったんですかね。実際のレンタカーが出てるので。副車両って、あの会社じゃなくて個人で喋ろうや、それやったら気分悪いんで。お宅で顔も見たことない、名刺も切ったことない、それで、ね、分かりますよ、対応が雑すぎるし、こっちがやってないから分かりますよ、今聞けなかったな、申し訳ないです。でもね、挑発が多すぎますわ。で個人の話したでしょ、それやったら個人で喋りましょうよ、会社の看板あるからね、手を切れてるんでしょ、個人で喋りましょうよ、僕会社の看板捨てるんで。じゃあ謝罪しよう。謝罪する気がないです、全く普通の話をしてるだけなんで僕は。じゃあ名前言う。細田です。住所言え、住所は住所言え。住所、いやそんな教える必要ないですね。なんで。いやあなたに関係ないんで僕の住所。え、じゃあ関係ないのに個人的な話ずっと取ってくださいよ。わかりました、じゃあ明日まで連絡待ってますんで。謝罪しろ、このクソが。もういいですか。え、部長どう思った。いや、レンタカー聞いてないし、じゃなくて福祉施設さんが毎日使ってる車なんだから出るっていうのはやっぱ分からないっていうか難しいもんなのかな。いや、あのね、解釈身勝手この上ないよな。まあ、漫画に出てきそうな、ツッコミが満載すぎてそこだけじゃないって思ったあるんやけど。いや、他の場所とかやったらいいんじゃない。っていうかもう多分俺の予想やけど、会社としても回ってないんじゃないかな、もうこの人でも余裕がないよ。うん、ほんまにツッコミどころか満載なんやけど、なんでそんな立場を。だからもうね、言うてしもたら自分悪ないと思ってるやろ。まずレンタカー代で脅してきたって思ってるっていうのと、うん、今もかかるはずがないっていうのを、うん、2つが起爆剤になってるって感じですよね。で何を言ってもなんかそれで自分のことをバカにされてるみたいな。そう、うん、まあ冷静には話できなさそうな感じですね。いやでももう今思うのは、正直この今後この事故がちょっとうまいこと解決する糸口はもう今見出せない、はい、俺の中で。そう、本人が怒んないから、はい、多分揉める、はい、
もう当たり散らすのも周りにもこういうやつって、はいはい、でまた被害者が出ると思う、うん、だからこれは冷静に社会福祉法人さんと話し合って、うん、相手が冷静じゃないんでもうすぐにでも弁護士入れて、はい、ここの社会福祉法人さんの保険の代理店俺知り合いなんで、はい、今から電話して多分これが一番だと思うわ。そういう、はい、じゃあもう俺も社会福祉法人さんも関わらなくて済むから、うん、この場合そうですね、うん、保険会社さんが回収してくれるっていう感じになるし、うん、だから今から代理店の人に電話するんでこれもカメラ撮りましょう、うん、これとうとう初登場うちの俺の本物の精鋭部隊の中の一人、うん、っていうかもう僕の右腕ほぼに今から電話します。今の一連の流れをちょっと聞いてもらおう。もしもーし。お疲れ様です。忙しいとこすいません。いえ。さん。はい。ちなみに今 YouTube 撮ってるんで。いいですか。何を使うか使わへんか後で決めるんで。普通に聞いてください。今ね。はい。さんの車ボクシー。に停車中になんか鉄骨かなんかこう押してきて現場の、はい、でありましたね押してきた上から、はい、あーもう最悪っすあれ相手が、はい、やからっすね。なんでなんですか。先週の土曜日に僕電話したんですよ、はい、その相手の情報さんから電話もメールもらってたんで相手の株式会社、はい、兄ちゃんなんですけど、で先週電話したらなんかもうすんごい面倒くさそうな感じで、はい、車業者で今車預かっててで、はい、どうされますかっていう電話したら、はい、いやもうええわ後でかけ直すわみたいな感じでパンって切られたんですよ電話、はいはい、でそこから3日経っても折り返しなかったんで、はい、まあ、電話したんですけど、はい、まずシンプルに2点、まず修理代ぐらい今見積もり出てますっていうところで、はぁ、あ、そんなかかんのかみたいな感じでそこで巻き舌なり出して、はぁ、あ、うん、で、なんやったら土曜日に電話した日からレンタカー出てて、1日2万円かかってますと、はい、まあ要はなんかちょっと待ってくれやみたいなこと言うからいつまで待てばいいですかって言ってもその明確な返事がなかったんでこれダラダラ待たされるパターンやろなと思って、まあ一応レンタカー出てますよって話したら、はい、さらに切れて、はい、なんか僕の家の住所教えろまで来たんですよ。わけのわからん。でここで一つあの解決策としてはもう多分こいつ金払う気ないんですよ。なるほど。じゃあもう弁護士立ててやってって言うしかない。そうだからもう車返しますねって言ったんですけど車は返さんでお前どこで預かっとけみたいな意味わからんこと言ってくるんで、はあ、うん、だからもう一旦これってどうなんですかね。車両保険使ってもらって、はい、それをなんかその相手に取り立てるっていうなんかシステムってなかったでしたっけ。ノーフリーとはない。ノーフリーとはあるんです。フリーとは相談します。ちょっと保険会社とですね。ノーフリーとだとその無保険特約っていうのがあるんで、はい、相手が無保険だった場合車両保険先行して払ってっていうのが可能なんですよね。回収かけるってやつですね、うん、フリーとは残念ながらちょっと仕組みが違うんで、あ、要は相談の上むしろ、はい、弁護士費用は特約がないんで、むしろ自分のところの顧問弁護士がいるんで、あ、はい、そこを、はいはいはい、どうすんのっていう話をしないとダメだと思うんで、あれ車は、ね、そうですそうです、そこですよね。そうです。ああ、じゃあちょっと僕から他に話しますですね。こんな感じなんで今折り返し来る前にちょうど電話して、まあ、一旦切ったんですけど向こうからしたら迷惑かかるんで先に僕こういうことになったよっていうことだけ伝えとくんで先に、はい、あとじゃあまた適当に10分後ぐらいに電話していただいたらいいと思うんで。わかりました。はい、じゃあちょっとすいません、はい、面倒くさくなっちゃったんですけどよろしくお願いします。すいません、はい、面倒なことを巻き込みます。いえいえ、じゃあよろしくお願いします。はい、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。前半ちょっとお聞き苦しい面があったと思いますがすいません。はい、まあ、とにかく一件落着しました。一件落着したんですか。はい、まあ、あれからあの電話の後からもう1週間2週間ぐらい経ったかな、はい、なんですけど、まあ、結局ちょっとあの後バタバタしててもう全然動画撮れる状況じゃなくて、うん、結論から言います。はい、結局相手側の代理店、うん、保険会社の代理店の方が出てきてその人が超まともな人で引っ張り戻してもらいました。うん、もう本人に払わせますと、はい、お願いしますと、
はい、細田さんが言ってることも分かるし、ちょっと本人がまあごねてるところ部分あるんで、うん、こちらの方でちょっとうまいこと処理しますっていうことで、言っていただいて、まあ、2,3 日電話、まあ、2,3 日くださいということで 2,3 日後に、うん、すぐに入金させますってことで、で結局でもびっくりしたのが、はい、その後保険代理店の人がもう保険使うことになりましたみたいな、ちゃんと保険入ってったんやねだから一番最初に言ったやんって保険使うんですがどうしますかって、で保険使うって言ったって、うん、保険会社の人に入っていただいて、で修理がこんだけになりましたって言って、はい、最後に保険使うか、あそれぐらいだったら自腹でいくかっていう選択肢が出るから、修理費に対して、まあ、不満とか、はい、不信感があるんだったら、はい、自分の入ってる側、加入してる側の保険会社にちゃんと見てもらって、保険会社さんに見てもらって判断してもらって、でその金額を持ってして考えていいんじゃないのって僕言ってると思うんですよ、はい、結局そうなったからね、結局そうなったんだ、うん、でちょっとまあ相手がいる話なんで、うん、どこの保険会社かは言えないですけど、今回大手3社のうちの大手の保険会社です、うんうん、もうさすがさすがもう話が分かる人来てくれて、アジャスターの人でもう僕言いました、全部こうこうこうなってるって、うん、これも動画に出しますって言ったら、楽しみにしてますみたいな感じだったけど、まあ、こういうことがあって、まあ、何してくれたかって代車代ちょっと多めに見ときますってやってくれました、うん、本来は実質にかかった代車代を請求ってことなんだけど、ちょっと今回特殊な保険で、うん、まあ、火災保険によく似てるっていうか、ちょっと似てるというか、まあ、こんだけかかるよねっていうのに対して、まあ、お客さんが払ってそれを請求かけるっていう保険なんで、うん、まあ、代車代に関してはがっちりこれぐらいか7日間かかりました、10日間かかりましたってやってもいいんだけど、もう大体およそこれぐらいかかるよねっていうことで、うん、そのこのおおよそを少し多めに常識の範囲でやってくれたことによって、何がどうなるかっていうと、相手が得するんですよ。だってもらえる金が増えるじゃん、うん、今度ねこうしたかっていうと、まあ、今回もろもろあったけど、まあ、相手さんもお金ないし、多分そうお金がないところからこういうことになってるってことであれば、まあ、ちょっとでも手持ち金、手出し金が少なくなるように、まあ、うちに払った金額にかなり近い金額になるようにちょっと調整しておきますってことで話を落ち着かせてもらって、相手の代理店の方からはすごいお礼の感謝の電話をもらいました、ありがとうございましたってことで。本人さんからはない、まあ、もういいよ別に、動画のあと一報もない、ない、代理店の人はもう空気読んですごい分かってくれたから、うん、僕が電話して言ったんですよ、うん、ちょっとアジャスターの人にこの話してみますわと、はい、でかわいそうだから、まあ、無理って言われたらもう無理だよって、はい、とはいえ、まあ、事情が事情だから、うん、修理も正直実際やりだしたらもっとかかるねっていうパターンもあるから、うん、まあ、とにかく金額を上げれるようにはしてもらいましょうかっていう話、はい、で今ちょっと話題になってるビッグモーターの件のことを言うとね、これ言ったこのタイミングからはっきり言うとかなあかんけど、水増し請求ちゃうんかって話になると思うけど、うん、今話してる内容とビッグモーターがやってる水増し請求が全然違うんでね、うん、正当な請求権の範囲での話、うんうん、その中でもやっぱりこう大なり小なりあるからね、うん、そこも目いっぱいしてくれたよっていうだけの話で、後で何かあってもなんでこういうことあったんですかって、代車代なんでこんなにかかってるんですかって言われても、ちゃんとエビデンスが出せるような形取ってますんで、うん、で相手さんが喜ぶ、まあ結局だから真ん中にいる人が真ん中に集まって話して、で周りの人をまあ助けるためにどうしたらいいかっていう話をした結果、うまくいきましたっていう。よかった、施設さんの施設長にすごいね、いやいや謝られて、すいませんっつって、まあ、僕こんな電話されたんです、うん、みたいな電話だったんですって言ったら、迷惑かけましたってことで、うん、まあ、最初の動画の冒頭にも言ってるけど、本来僕がやる仕事じゃないんですよこれって、うん、とはいえ車預かってる以上ちょっと窓口になったりとかね、相手さんに連絡してもう早期解決、はい、なぜ早期解決するために飛ばしてるんですよね、あの手間を、手間僕が電話することで、ほら金額も分かってるしさ、うん、修理の内容も分かってるしさ、はい、代車もどれぐらいかかるか全部分かってるからさ、はい、直接電話できるじゃんっていう話やったんですけど、はい、まあ、最初ちょっとこじれたけど、まあ、うまくいきましたということで、今回の動画は以上ですすいません、なんか しょっぱい動画にはなったけど、うん、まあ、今回実はこの動画ボツにしようかって話もあったんだけど、まあ、部長も、うん、まあ、一件落着したんだったら出してもいいんじゃない、まあ、注意喚起、まあ、こういうことがあるよということで、うん、初動が大切、うんうん、なんで、まあ、対応のしようってないっちゃないと思うけど、まあ、心構え、はい、そしてあ細田別さんあのパターンかってなればね、うん、まあ、しかるべき人に相談して動いてもらうという、電話の内容出すの、電話内容あそうです、うん、でした、はい、でした、いや、はい、乗り込んでくるかと思ってちょっとヒヤヒヤしよう、いや乗り込んできたって一緒は別にそれでどうこうってわけじゃないやんか、うん、相手がやればやるほど損するだけやからね結局のところ、うん、まあなんだろうな、
まあ、気持ちは分からんでもないけどね、仕事うまくいってなかったりとか、うん、まあ、従業員が辞めたりとか、うん、なんだろうな、仕事でクレームが重なってたりとか、いろんなことあるんだけど、うん、やっぱり代表の力量ってそういうところに出るよね。やっぱそれと自社の今ごたついてることと悪いことって重なって言うやん、うん、そういう時に手こそ落ちちゃったの多分、まあ、こんな甘いこと言うなよって言う人もいてると思うけど、うん、実際多分そうやったりするから、実際のところ相手の立場になればね、うん、でもそれはそれ、うん、相手には相手さんのちゃんとしっかりした対応するのがやっぱ経営者じゃないかなと俺は思いますね、はい、だからもう建築業の人も、まあ、建築業に限らずやけど、うん、まあ、相手さんに迷惑かけた会社として、迷惑かけた場合はほんまに会社としてきっちり対応してほしいなと思いますね。まあ、こんなことをしなくて済むんで、はい、で皆様話変わります、はい、ご報告がございます。え、はい、何でしょう、はい、いや何でしょう、じゃあ部長から報告、私重大発表ですよね。ああ、いや私もほらこれこの側面だってさ、そう7月30日日曜日、今日の今日だね、そう汗だくだからちょっと広報不正常してもさってことで、部長と僕が今日出てきて、うん、まあ、部長にキャラバン僕下地と朝食と全部手伝って、はい、まあ、塗ってもらったと今、はい、徹底に塗りました。一番でかい面積もねこれ、キャラバンでも、うん、スライドドアがない方が、はい、綺麗やめっちゃやった、うん、さすが特別手当を出させていただきます。あ、本当に、はい、おい久しぶりに褒めてもらった。ちょっと私大丈夫かな今日運勢使い果たしてない。はい、ってことで、はい、やーやーやー、おめでとう、候補でいいやん、めっちゃ汗だく。はい、汗だくの時に撮んないその、はい、何でしょうご報告と、ご報告はいつだったっけ、あ、来週の金曜日、何日、9月の5やったかな ?4 やったかな、え、9月あ、違う違う、ごめん、8月4、え、カレンダー見て端っこがき、あ、8月の4日、4日ですね、金曜日、うん、時間は7時ぐらいかな、はい、はい、から久しぶりのライブ配信をしたいと思います。来たー、来た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 。はい、本当に久しぶりですね。久しぶりの、はい、ライブ決定しました、はい、8月の4日土曜日、時間は19時頃、金曜日あ、ごめんなさい、金曜日19時頃から、はい、ライブやります、やります、はい、で形式はいつもの鍋です。鍋の鍋の熱いのに、はい、熱い時こそ鍋熱い時こそカニ鍋、マジか、はい、田島牛と、はい、北海道のカニ、タラバガニ、あ、やった、用意してます。あと、はい、部長の好きな平打ちうどん、好きだったよね確か、はい、前好きって言ってたもんね、好きです、はい、用意してますんで、はい、あとはまあ、 あの視聴者の方からシャンパンとか、はい、お酒がいっぱい届いてるんで、はい、まあ、もうライブしろよっていう圧力かなり受けてました実は、ね、なんで、はい、もうそれも相まって、はい、することに決定しました、はい、はい、まあ、だらだらやると思うんで皆さん、あの仕事だったらちょっと落ち着いたら、はい、まあ、ちょっと参加していただいて、はい、はい、まあ、アーカイブ残す、残さないでしょ、残さないね。だってお酒入ったらブーイって、ね、ごめんなさい、アーカイブ残すつもりだったんですけどやめていきますわ、はい、でそのライブでもさらに重大発表があるんで、はい、っていうことだよね、あるんで、はい、ライブで重大発表ってことですね、はい、はい、皆様楽しみにしててください、はい、はい、見にしてください、はい、ちょっと汗だくなんで変わっていいですか。ということです、はい、では8月の4日金曜日、皆さん、ぜひ参加してください、ぜひ、はい、待ってます、一緒に BIC の、はい、社運をかけた重大発表しますので、はい、はい、で、盆休みかけて、あ、まあまあ、これがいいか、ネタバレがあるんで、うん、っていう話でした、はい、はい、一緒に飲みましょう、うん、今ちょっとね話題になっております。さっきポロッと僕も言ったけど、あのビッグモーターの件とか、はい、でメディアロスもうちもっていうか、はい、まあ、僕と神が中心になって、うん、ちょっといろいろ各メディアで出たりとか新聞にも出たりとかして、はい、お客さんがもう倍増してると、はい、いうことで、まあ、今回ネガティブキャンペーンみたいになっちゃったけど、うん、まあ、それを逆手にとって僕はバンキントソーって本当にいい仕事だし、今回お客さんがバンキントソーを、出す、要は事故した時にどういうところのお店に出せばいいかっていうのを、むしろ今回のことでしっかり議論できるんじゃないかなと思ってて、はい、新しいサービス、新しいそのツール、要はまあ事故した時にどういう選別でどういうバンキントソー屋さんに出せばいいのか、はい、うん、車さんじゃなくて買ったとこじゃなくてバンキントソー屋さん直でいいんじゃねえのっていう、今回そういう話題作りにもいい面で考えればなったんじゃないかなと思ってて、うん、そこには僕きっちし宣伝というかアイデアがあるんで、それを今見つめているところです、はい、はい、というわけで、じゃあライブ、はい、皆様こぞってご参加よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではいってらっしゃい。いってらっしゃい。